ってさ、あいつがさ、ムカつくの。そう、そうなの。急に出てくるし、ずっとついてくるし。へえ、まるであいつみたいだね。あいつ？誰？ほら、メイがずっと片思いし。ギャー！君は何をおっしゃられるわ？え？だってメイはあいつのことす。違う！あいつはただの知り合いだから。今話してたのはピエンの話だったでしょ。へえ、そうなんだって。え？お、メイジュン、何してんの？ゲームの話？いやあ、びっくりした。いつ来たの？ついさっきだけど、お前らが楽しそうだったから何話してるのかなと思ってさ。ほら、そいつも。私は気づいてたよ、メイジュン。気づいてなかった？わしちゃん、背中で目玉ついてないの？わかるわけないじゃん。そうだったんだ。じゃあ今度から背中に目ん玉つけようね。お化けになっちゃうじゃん。話しかけていいのかと思ったんだけど、違ったか？いや、違くないけど、声かけてくれてもいいじゃん。だから声かけたんだけど。じゃあ声をかけるよって声かけてよ。何言ってんだよ。だからびっくりしたって言ってんの。ごめん、やっぱりダメだったか？いや、そうじゃなくて、ほら、違うって言ってよ。ほら、何してんの？二人が仲良さそうだから、私は席外そうかなって思って。なんか背中で手を振ってなかった？え？だってメイジュン、背中に目ん玉ついてるんでしょ？ついてない。メイジュンはいじると面白いよね。うはあ、よく笑った。じゃ、行くから。あ、待って、置いてかないで、一緒に行く。メイジュンも一緒に来るの？ほら、友達ならわかるよね。ほら、わかるでしょ。さっきも一緒に行こうでって報道してたじゃん。私、彼氏のところに行くんだけど。メイちゃんは人の恋路を邪魔するような女の子でしたっけ？いや、そういうわけじゃ。まあ、そんなに言うなら一緒に来てもいいけれど、お話し相手はどうするの？ああ、俺のことは気にしなくていいよ。一緒に行ってきたら。なんでメイが蹴るんだよ。なんかムカついたから。何がだよ。別に。じゃあ私は行くね。ゆっくり話してて。あ、ちょ、大丈夫か？え、何が？なんだか俺と一緒にいたくない感じだったからさ。いや、そんなことはないけど。ならよかったよ。あのさ、ん？今日さ、わかる？何の日かわかる？え？さあ、何の日だっけ？もらった？何を？チョコ。ああ、そうだっけ？今日はあれだ、バレンタインだ。ああ、もちろんもらったよ。え？嘘？誰から？ごめん。嘘、まだもらってない。痛っ。だからなんで蹴るんだよ。私は悪くないもん。私？言ってない、うるさい。はい、これチョコ。かわいそうだからあげる。おお、ありがとな。頑張って作ったから食べてよね。サンキュー。結構うまそうじゃん。バカ。じゃあね。